にやって今日を迎えられたという感じでございまして、本当に2週間しかないリハーサル期間の中ですね、いかにやったことがないとかやってくれないとか、本当にリハーサルに、一生懸命、やってくれたメンバーにまず拍手をしていただきたいと思います。本当に毎日、12時1分ぐらいからずっと練習してくれてましてですね、本当に怪我をするともいえばですね、本当に疲れてね、動けなくなっちゃうと思いたりとかいろいろしましたけれども、無事に今日迎えられたことは本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。今回のテーマとしてはしますはですね、昔を懐かしんでいただきたいなということでございまして、私の、入った時の、フィナーレのメンバーを、ね、今回持ってきましたけれども、その時のメンバーも、ね、今日は来てくれております。本当に、皆さんに懐かしい思いを、していただければと思ったんでございますけれども、ちょっとは、戻っていただけますので、ありがとうございます。でも、バッチリ賞もね、これからするかどうかもわかりませんので、どれが最後だと思って毎年やっておりますけれども、もうぜひともね、これからもよろしくお願いします。